はい、著名人研究家の小村です。えー、今はですね、こちらに来ております。13区でございます。13区に来ました。これからですね、お墓参りに行くところは、大賀恭治さんのお墓参りに行きたいと思います。大賀恭治さんでございます。明治大正昭和期の実業家でございまして、和光堂の代表を務めた方でございます。社会事業家だったんですね。 乳乳幼児のですね、えー、幸せに人生を捧げたパイオニアとして、大変著名な方でございます。キノミール、粉ミルクであったりとか、シッカロール、ベビーパウダー、グリスメール、離乳食。これをですね、日本で初めて開発・販売をした和光ドの代表の方でございます。育児協会創設と、日本初の小児保健所創設にも尽力をされた方でございます。 お墓はですね十三区一周六川の一番でございましてもうここがですねはい十三区一周六川でございますそして一番ですのでもうお墓到着しましたこちらでございますはいこちらでございます入りましてですねはいここでございます大垣の墓と大変古い、えー、お墓でございますが大垣の墓と 刻まれておりますこちらですねこれちょっと裏面見てみましょうここにですね大正5年5月にですね大賀、えー、教授さんがですね建てたと刻まれておりますが、えー、多摩霊園が開園する前に建てた墓でございますので多分違うところに建てられましてですねそしてその後ですね玉摩霊園に改装されたものだと思われます また墓所、えー、にはですね墓子もございますはい墓子ですねえ鶴太郎さんというのが、えー、高賀恭授さんのお父さんでございますねそしてよしさんがお母さんですねそして恭授さんが刻まれておりますここに刻まれておりますはい聖子さんは奥様ですねあと諸々、えー、刻まれております戻ります はいそれではですね、えー、大賀教授さんのですねご紹介していきたいと思います、えー、大賀教授さんは東京のご出身でございます先,先ほどですね母子にも刻まれておりました大賀鶴太郎さんの三男としてお生まれになりました1898年の明治31年中央大学を卒業卒業後はですね林業関係の役所の職員として働いておりました 働きながらですね、えー、ちょうどその頃、えー、当時のですね、日本の課題でありました、乳幼児死亡率の高さを低下させたいという、そういう志を高く持ちまして、えー、持ったんですね。えー、当時の死亡率はですね、1000人あたり150から160人の乳幼児が亡くなっておりました。現在はですね、1000人あたり2人程度だそうですね。えー、そのぐらい、えー、大変、えー、幼くして亡くなった子どもたちが多い時代でございました。それを何とかしたいと。 思いまして、当時、えー、日本にはですね、まだ粉ミルク製品というのはですね、存在しておらず、えー、母乳に代わるものはもっぱらです、ね、糖類を加えた牛乳が利用されておりました。 一般家庭に冷蔵庫もなかった時代であったためですね牛乳を冷蔵保存することもできず夏場などは牛乳,をすぐに牛乳がです,、ね、すぐに傷んでしまっていたんですね、そして販売業者の,もです、ね、この牛乳に関する知識も乏しくて傷んだ牛乳を飲ませたことが原因で赤ちゃんが命を落とすケースというのがただありました。 まあ大賀さんはですねどうにかしてこの牛乳の品質をですね一点保つ方法はないかと考えて、ですね、えー、なんとですねご自身で研究所を立ち上げるんですね。そして研究所を作ってですねいろいろ実験をしていくわけです。ある日、たまたま実験器具にですね数滴の牛乳が固まって乾燥している状態を確認しました。これを見てですね牛乳の粉末化これできるんじゃないかと思いつくわけでございます。 粉ミルク自体はですね、1802年にロシア人のお医者さんがですね、考えついたのが最初だと言われておりますが日本における粉ミルクの最初の発見これが大賀教授さんでございました試行錯誤の末ですね、国産第1号の育児用ミルクを完成させますドイツ語の金土、まあ、子どという意味ですけれども金土というと言葉と英語のミール食べる食べ物というねその金土とミールを合わせて木のミールと そう名付けてですね、1917年、大正6年に日本で初めて商品化して、えこの和光堂薬局よりですね、発売されております。ちょうど大垣裕二さんがこの開発、ま研究をされていた同じ時期にですね、乳児用の調整粉乳という、このベビーパウダーですね、今のよう 今でいうベビーパウダーなんですけれども、これを国産化に成功した、えー、人がいました。東京帝国大学の広田司教授でございます、えー。この方をですね、知人の紹介で知ります。この広田さんはですね、乳児用調整粉乳をですね、ラテン語で乾かすを意味して失活乳、この乾かすを意味する失活乳という言葉を由来にしてですね、失活ロールと名付けて。えー そして1906年、明治39年に和光堂薬局を創業して販売を開始されました。しかし、広田さんはですね学者でありまして、まあ、経営者としてはですねうまくいっていなかったんですね。そこで1914年大正3年に大賀さんがですね和光堂薬局に入りまして再建に尽力する決心をされます。そしてしててをですねヒット商品に育て上げました 和光堂薬局を株式会社和光堂と改組してですね初代社長に大笠教授さんは就任されておりますベビーパウダーのパイオニアであるシッカロールを日本に定着普及させ乳幼児だけでなく大人にも愛用されシェアも広がりました1937年和光堂は栄養のある衛生的な食べ物を与えたいと日本で最初の離乳食であるベビーフード グリスメールも開発販売されておりますまた大賀さんはですねこの間1927年昭和2年親や乳幼児の保護と教育を行うために資材を投じてですね育児協会というのを設立されております最初の事業として子育てや栄養管理に関する知識の普及や健康相談を行う小児保健所を日本で初めて大阪に開設されております 経営に必要な費用は全額大賀さんの資材から寄付されましたそれゆえにですね保健所は大賀小児保健所と命名されておりますこの小児保健所はですね1929年には横浜1932年には浅草にも開設されましたそしてどんどん全国に広がっていったんですね1928年東京の淀橋に保育園愛生園を開き園長に就任 低所得家庭の子どもを中心に保育を開始、そして週1回、乳幼児健診日を設けてですね園児だけでなく近隣の子どもたちの健康相談や診療も行いました。えまたですね母親へ育児、えー、教育を目的とした育児参考館も開設し、無料で一般に公開、地方の母親のために各地で育児展覧会や講演会も行い、 当時はあまり理解されていなかった妊娠・出産のメカニズムや注意事項、栄養指導などを知識の普及を行いました。この活動はですね、厚生省から育児協会を日本で唯一の育児支援の機関として認められました。厚生省や各都道府県がまあ活動を見習ってですね、育児相談を主催するようになり、育児協会はそれに協力をされました。1933年、東京に与度橋市、 産育院をですね開設されますさらに1936年多額の寄付を行いヨドバシ産育院の規模の拡大に取り組みました日本国内全体の乳幼児を幸せを望み印刷物での育児知識の啓蒙と普及を重視するため出版事業にも取り組んだそうでございます去年は67歳でございましたざっと簡単ではございますが大賀教授さん えー、この和光堂の代表そして社会事業家ですね、えー、乳幼児の幸せに人生を捧げたパイオニアとして、えー、大変ご活躍されました大賀教授さんのご紹介をさせていただきました。それではお参りしたいいと思います はいえー、明治大正昭和、期の実業家和行動社会事業家乳幼児の幸せの人生を捧げたパイオニアとして大変活躍されました大賀教授さんの、えー、お墓参りご紹介をさせていただきました。以上でございます